この人は寒いんですよ、大気だから寒いんだよね、冬はもうしょっちゅう風邪ひいてる、もうこれから先はもう、もう何入ったら鼻水垂らしてるから死が一回一番最初風邪ひくんですよ。だから飼育員さんは絶対風邪、熱があったら近寄っちゃいけないです。そうです、同じです。満球が寝てるんです。まだ寝ちゃう。そっか、ついていけ。ほら。ああ、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 長女ですね。次女は、性格が全然違う。頭いいけど神経質、うん、気使いすぎで、ちょっとだから気使いすぎてんだけどずれちゃう。こっちはね、頭は悪くないんだけど、それもずっとい、うん、何やっても何かいたずらして怒られてる。散歩あったら忘れちゃってる。めちゃ半日見つつ、怒られて覚えてる。その子はね、散歩あったら忘れてる。そんな感じ。賢いですよ、何か見つけるのが一番大事。おっぺしの子好きなのか、この子が一番大事。なんかわかんないけど、多分もうこれ大人では寸前なんですよ。うん、もう来年一応成人じゃないけども、要するにまあ女性になるというね、あれから。その寸前でなんかね、ちょっと甘えんが戻ってきたのかも。ああ、ハウコとか、モモさんとか言ったから、ご機嫌ぐらい。でも、まだそんな、ね、そういう時期じゃないですよって。目の前から何かこれをこうしようって。あれでしょ、ほら職人のこれ。すぐそこにいるのに触れない。毛が全然違うでしょ。ちょうど使う壁の。あの人は触れました。今リクがね、思ったんですけど。まだあるの？いるよね。俺らも頭を嫌がってるよ。こっちの。いや、牙ないけど、まだ。ピキ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 あそこまで行くともうめんどくせえ。めんどくせえ。
もう、うん、まあこれは敬語質ですね。別にしてよく鳥取に間違えられるんだけど。強いからじゃなくて。いや、よく間違えられるんですよ。権力者かと思った。権力者ですね。あ、そうですね。マモコさん、そうや、権力者や。見て、筋肉マン。あそこ寄ったり、遊んでよーって。お茶はそれよりもももさんの方に気が入ってくる。ももさん、俺でめんどくせえな。何やってんだよ。我在上野公园。Thank you.